はい、元禄大運動会です。オーバー500馬力で、はい、この運動会にポルシェが入れないの。うざー、参った参った。すごいよね。すごいですね。さあさあ、まずはフォード GT。 GT 昔はね GT40 って言ってたんですね。それは車高、前高が40インチでも新しいやつはちょっとね40インチ超えちゃったので、はい、フォード GT40 とは呼ばれないと。みんなドリフトを楽しんでますけどね。すごいな、うん。まあ、500馬力ってさ、昔のグループ A のね、レーシングカーなんだけど、それを水付きのタイヤで公道走っちゃうんだから、すごいすごい、うん。すごいですね。はい。これはサリーちゃんですね。はい、サリー。うん。うん、うわ、やる気に満々です、ね。まあ、ほとんど手作りの、うん、スポーツカーですけど。はい。すっごいですね、もう。今回来た中で一番これが高い。あ、そうですか。値段的には高かったと思います。いや、まあ、フェラーリ買ってもね、はい、もはやフェラーリも量産メーカーでしょ。あ、はい、で、周りにいるじゃないですか、同じものが。はい、でも、さすがにこれはいない。いないですね。ちょっと NSX をでかくしたような感じ。あ、本当だ、顔が。うん、あ、本当だ、イメージが似てる。うん、いや、かっこいいな。意外とこう素直な操縦性ですよね。あ、おお、かっこいい。今なんかスーパーカーが売れに売れてるという噂もありますね。世界的に、はい、そうですね、売れてますね。すごいですね。まあ、でも考えてみれば、はい、ヨットとかプライベートジェットを考えたら、なるほど、自動車なんか一番高いんで、ブガッティの1億円ぐらいでしょ。あ、はい、安いっちゃ安いんだよね。安いですね、はい。さあさあ、ムシェラゴ、おお、これは結構車体ってのは重いんですかね、軽いんですかね、よくわからないですね。これはアルミボディじゃないから、結構12気筒のやつでしょ、はい、うん、ムシはちょっと重いかもわからないですね。 うわ、でももうこれもどちらかというと四輪駆動だし、はい、直線番長なんだよね。だからもうこのデザインの存在感だけで。なるほど。ランボルギーニのムルシェラゴ12気筒、なんと4駆です。Eギアがついたおかげで随分走りやすくなりました。まあ、今まではゲート式のギアボックスがここについていたんですけども、まあ、こういう車はパワーもあってエンジンのトルクもあるし、しかも四輪駆動ということでタイヤがホイールスピンしないですね、発進の時に。ですから上手に、この E ギアもツーペダルですが扱わないとクラッチをやってしまいますね。ツーペダルで基本的には、AT 免許でも乗れるようになってますが、まあ、これはマニュアルギアボックスだと思って乗った方がいいです。発進の時もコンピューターがクラッチ操作してますけど、完全にクラッチがつながってから加速するように。最初はもう本当に、200-300 回転回転を上げれば、発進するトルクは十分にありますから、そうするとクラッチをうまく使えますね。6速ですね。エンジンは、フェラーリの12のように乾いた感じで、レスポンス回転が上がるのではなく、このランボルギーニの12気筒はどちらかというと湿った感じのエンジンの吹き上がり感です。直進性はものすごく高そうですね。ホイールベースの長さと四輪駆動、まあ、そして、サスチューンによって、相当直進性は高いです。問題なのはもうほとんど後方視界がないということですね。真後ろはなんとか見えますが、斜め後方は、ほとんど絶望的な視界性能ですね。いやー、すごい車。もう直線はすごく気持ちいいですね。もうみんなの視線を集めてる感じです。あー、すごいわ。なんかね、フェラーリとかアストンとは対照的で、清原がなんかチーフエンジニアで作ったみたいですね。まあ、ある意味オーラと直線番長でも、 E ギアといってあの2ペダルになったんですごく乗りやすくなりましたね。でしかももう見てくださいよ、このドアの開け方、もうこれだもんね。
バックするときは実はこれでバックギア入れて、ランボはこうやってこうやってバックするのがかっこいいそうです。続きます。ランボはちょっとねバックの仕方が特徴がありましたけど、うん、まあ、これはその弟分ですね、はい、ガヤルドガヤルドのスパイダー、うん、これは12気筒じゃないんですよね。これはブリテンですね。ブリテン、はい、しかもこちらはアウディの R8 と、うん、まあ、プラットフォーム共用されるという。そうなんですか、はい、はははは。まあ、R8 はまだスパイダーオープンカー出てないんですけど、はい、まあ、兄弟車といえやっぱりお互いにブランドの個性があるからね、うん、まあ、どこまで作り分けしてるかというところですけど。そうですか。フォルクスワーゲングループですか。今その筆頭株主がポルシェですから、はいはい、ポルシェグループと呼んでいる。そうか、ね、なるほど。いやー、この V10 もすごいな。ガヤルドです、12気筒にも負けないぐらいの迫力ですね。この車は、まあ、アウディとの共同開発でアルミスペースフレームです、V10 ミッドシップの、まあ、クワトロシステムとは呼べませんが4駆システムですね、エンジンはアウディ製の V10、これの兄弟車である R8 が、もうじき登場します。トランスミッションは6速 E ギア、イージードライブが可能ですけど、本気でアクセルを踏むとやっぱりものすごい迫力とスピードですね。ムルシェラーゴよりもこう全体的にコンパクトになってる分、ちょっとライトウェイト感があります、まあ、それと、世代的には新しく、開発されてますから、全体的なこうまとまり感というか洗練度はガヤルドの方がちょっといいでしょう。でも、まあ、ムルシェラーゴ の、 あのガルウィング、あのようなこうオーラは、こちらにはちょっと期待できないかも分かりませんね。でもこのボディカラーといい、スタイリングといい、凄まじい存在感であることには間違いありません。はい、お帰りなさい、はい、って感じですが、いやもう500馬力でさ、ええ、一般道っていかに捕まんないように、まあ、つまりはい、一踏みでもうすぐスピード出ちゃうじゃない。そうですね、それが辛いですね。さあさあさあ、フェラーリです。出ましたね。出ました。やっぱ赤ですねフェラーリはね、うん、だからイタリアで赤いポルシェは売っちゃいけないというのは、おお、ね、なるほどね、はい、はい、うらやましい、あれですね、綺麗ですね。でも、まあ、ナンバープレート見れば分かりますけど、はい、12気筒599、はい、ああ、でも乗り心地がね、うん、まあ、ちょっとスパルタのところありますけど、はい、やっぱり確実にフェラーリは快適性は上がってきてますね。カメラマンね、こうやって撮ってるんですね。撮ってますね、はい、意外と低いスピードで、うん、高いスピードより取るというのが、まあ、ね、技なわけですよね。はい。はい、はい、うん、夕日を背に受け。いいですね。12気筒の、実はこの時3台の12気筒乗ったのね。アストン・マーチンと、はい、フェラーリ、はい、ムルシェラー、ね、はい、で。それぞれやっぱり個性的な12気筒。もちろんブンマールのはこのフェラーリなんだけど、うんうんうん、アストンの12もね、うん、下のトルクを使って、うんうん、締めっぽいし、締めっぽい、うん、ランブロギーニの12もなんか吠えまくるっていう点ではすごいし、はい、もうカタログスペックにはこう書けない世界がいっぱいありますね、この中には。バッキッシュですね。まあ、これの英語の意味は、はい、やってやるぜっていう意味かな。喧嘩売られた時に、うん、はい、バンキッシュとかね、ほうほう、売られた喧嘩買うぜ、あ、やっつけてやるみたいな、まあ、そういう意味ですね、うん、まあ、でもこの下に DB9 があって、はい、まあ、バンテージ V は違うんですけどね。